はいどうもファンネルです。帰ってきた名探偵ピカチュウ、続きをやっていきます。では今回はね、遺跡の方調査していきたいと思います。前回ここの扉開けましたので、じゃあ入っていく前に、レイチェルだっけ、なんか話あるか。あとは教授を探すだけね。2日も中にいるらしいから無事でいてくれるといいんだけど。そうね、よし入ります。この遺跡の中も謎だらけだろうな、きっと。これが遺跡の中。何この寒さ。どうなってるんだ、遺跡の中までこんなに寒いとは。雪が降っているとはいえ、これはおかしいね。外には雪、そして遺跡の中は氷漬け。この2つ関係がありそうだな。教授はこんな中に2日もいて大丈夫なのかな。急いだ方がいいかもしれないね。何があるかわからないから先に様子を見てくるよ。うん、お願いティーム。よし、俺たちでゴードンの行方を追うぞ。足跡とかない？またなんか像があるな。あれ投げつけ猿の像だったよね今。道が3つに分かれているな。教授はどの道に進んだんだろう。まあまっすぐがあるならまっすぐ行こうか。これ火つければいいんじゃねえのとかって思うけど、火消えちゃうのかな、寒くて。なんか落ちてるし、ハンカチか。あれ何か落ちてる。まあ新しいハンカチだ。うん、トレバー・ゴードン。ゴードン教授の名前が刺繍されている。ゴードンのハンカチか。お、証拠でもないかお、なんだ。ここにハンカチがあるってことは教授はこの部屋に来たってことだよね。そうだな。でもゴードンの姿は見当たらないようだ。教授はどこに行っちゃったんだろう。それを知る手がかりが他にあるかもしれない。近くをよく調べてみようぜ。さあ推理はまだで、まあできるっちゃできるけど、調べてからだね。投げつけ猿、これは投げつけ猿の石像みたいだね。これも証拠になると。変なポーズをとってるな。まるで何かを掲げているみたいだ。言われてみれば気になるね。何か意味があるんだろうか。それにしてもこの石像なんだか匂うな。匂う？僕は何も感じないけど。ポケモンの方が匂いには敏感だからな。ずっと嗅いでると目が痛くなってくる。辛そうな匂いがするぞ。あー、じゃああれだね。辛いのって何の実だっけか。全部に実を置くんだ。はいはいはい、今下に足跡あった。これ靴の足がある。靴の足っておかしいな、待って。これ床のあちこちに歩き回った足跡が残ってるね。壁の方に向かっているものもあれば部屋から出ていくものもある。ゴードンは何度か部屋を出入りしているようだな。足跡が広がりすぎていて、これだけだと教授がどっちに行ったかわからないね。ちょっとね、右側に今ドーミラーいたんだよ。このこっち側、あっていうか普通にいるわ。ポケモン、あ、車よ、こっち、ここにいる。車よがいたぞ。ひどく寒がってるみたいだ。まあ言う、凍えちまって帰る元気がなくなっていたみたいだ。大変だ、母子守からもらった服を着せてあげよう。これ前回ちょっと、服もらってたんで、母子守に。ま、あ、違う、ルマ、ルマ。お、元気が出たみたいだな。お母さんが心配してたから早く帰って安心させてあげて。ルマ、マーユー。さあ帰りますと言っておりますね、多分。これで車湯はみんな見つかったね。車湯がちゃんと帰れたか、今すぐ様子見に行くか。まだいいです。まあそれもいいだろう。気が向いた時にでも様子見に行くか。覚えてたらな。ドーミラーの方どうしよう。登れねえんだよなこれ。まあドーミラーは話す相手ではないのかもしれない。でここはチェック。ここだけ周りの壁と作りが違うね。ああ、ギルガルドのレリーフが彫られているな。一体これに何の意味が。ん、おいティム、床を見てみろ。床、足跡あったけど。あ、入ってったなこれ。人の足跡だね。大きさからすると成人男性のものみたいだ。
うむ、確かにな。それにしても変な足跡だね。ああ、足跡の先端が壁で途切れている。はい、もう推理できんじゃねこれ。まるで足跡がついた後に壁が作られたみたいだ。そんなことが起こるだろうか。これは一体どういうことだ。よし、推理しようぜ。了解。さあ推理始めます。ゴードンがどこに行ったか分かったか、二人で考えてみよう。これすげえ、多分トイレに行った。これは遺跡から出て行った。それはないね。これなんだよね。壁の先には道がある。ギルガルドのレリーフの先にも道が続いてるんじゃないかな。教授が通った後にあのレリーフが道を塞いでしまった。そうは考えられないかな。ふむ、ゴードンが開けたはずの入り口も扉が閉まっていたからな。ゴードンが通った後、入り口と同じように通路が閉じたとすればありえなくはないか。となるとあのレリーフも入り口と同じく仕掛けを解くことで動くのかも。そうなると問題はどんな仕掛けがあるかだな。 OK。 てっててんで、はい、ギルガルドの壁にどんな仕掛けがあるのか、まずはそれを調べないといけないな。どうやって調べたらいいかな。ふむ、入り口のスイッチには特別な模様が書かれていたよな。じゃあ遺跡の中にも模様がある？いや、同じ仕掛けとは限らないからそれは言い切れない。とはいえそれと分かるようなシンボルはあるんじゃないか。シンボルか。ひとまず遺跡の中で変わったものがないか探してみよう。そこから仕掛けについて考えてみようぜ。了解。まあとりあえず投げつけ猿全部調べて、どんな身を置かないといけないかを。はい、石像です。くんくん、この石像からは甘い匂いがするな。了解。甘辛、何の匂いだ次は。酸っぱそうな匂い。甘辛酸っぱいね。よし、甘辛酸っぱいを取ってくればいいと。まあこの部屋はこんなもんかなと思ったけど、なんだこれ。この場所だけ雪がこんなに積もってる。天井に穴が開いてるな。そこから雪が吹き込んでいるんだ。本当だ、通りに寒いわけだ。もしかして遺跡の入り口を開けなくても天井の穴から入れたんじゃない？さっき扉の上に登った時は気づかなかったんだよ。それにあの穴から降りるのは大変だろ。確かにそれもそうだね。ロープとか持ってきてないし。そういうことです。ドーミラーに話しかける術がないから、とりあえず一旦戻るか。じゃあ次左。このライト綺麗だよね。あ、ヤドンいる。なんで氷の上に乗ってんだ。嘘でしょ。ヤドン、尻尾の先から染み出る旨味。このヤドン、もしかしてゴードン教授のパートナーのヤドン。ヤドン、ヤドヤドン。おい落ち着けヤドン、俺たちはお前のパートナーじゃない。ヤドン、ヤドン。ゴーさんが来たと思ったのに、あ、違った、残念だと言ってるぞ。ゴードン教授、ヤドンからはゴーさんって呼ばれてるんだ。おいティム、このヤドン足元が凍って動けなくなっちまってるんじゃないか。本当だ、このままじゃかわいそうだね。なんとかヤドンを助けてやる方法はないもんか。レイチェルを呼んでみんなで引っ張ってみるのはどうかな。足取れちゃうよ。よし、とりあえずやってみるか。え、マジでやんの？危なくねえの？この子、ゴードン教授のヤドンだよね。うん、そうだと思う。え、なんで凍っちゃってるの？早く助けてあげよう。これだけ凍ってるとなると簡単にはいかなそうだぞ。火使えよ。ヤドン、今すぐ助けてあげるね。せーの。やっぱヤドンでちょっとでかいよねサイズ。頑張れ。なんか笑ってねえかヤドン。抜けんのかい。いや重いだろ。ヤドンって体重どれぐらいなんだっけ。重い。ヤドン。レイチェル、おいおい、何やってるん？ん？これは？あ、尻尾。ヤドンの尻尾じゃないか。おい、大丈夫か？あれ、もう再生してる？
別の宿ってことないよね。すぐ入るから平気なのか。やだやだ。くれるのか。ありがとうよ。お、なんかに使えるかも。やだやだ。無事に動けるようになったみたいでよかったわ。助けてくれてありがとうだとよ。助けられてよかったよ。ちょっぴり重かったけどね。そういえばピカチュウ、さっきヤドンから尻尾もらってたよね。ティム、知らないのか？ヤドンの尻尾は食べられる。噛んでいると幸せな気分になるんだ。へえ、そうなんだ。大丈夫、危ないもんじゃないのそれ。しかしお前、なんだってこんなところで氷漬けになってんだ。ヤドン。実際の、突然のことだったからわからない。それならパートナーのゴードンは、あいつはどこにいるんだ。いやーん、さっきまで寝てたからお前も知らないだと。凍ってんのに寝たんだ。なんだかのんきそうな宿んだね。うーん、それなら仕方ない。何でもいいから覚えてることを話してもらえるか。やんやん。宿について改めて聞くが、お前はゴードンのパートナーで間違いないな。やんやんやん。そうか、ゴードンの調査を手助けするためについてきたんだな。どんな調査の時でも必ずお前を連れてってくれるのか。やんやん。手助けってのは具体的にどんなことをするんだ。やどどーん。水を出すのが得意なのか。それでゴードンの力になってる。はいはいはい、水ですか。凍っちゃうよね。やどやど。ゴードンのやつ、ヤドンを水筒代わりにもしてるのか。大胆なことをするな。これさ、レイチェル隣にいて聞いてるけどさ、ピカチュウはピカ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 って言って、ヤドンもヤードーンとかって言って会話してて、それにティム反応したらなんかもう怪しいよね。怪しいというか、足元が凍った時のことを詳しく教えてもらえるか。やーん、突然のことすぎて気がついたら凍っていたとしか言えないか。ヤドンが氷漬けになった時、教授はどうしていたんだろう。やーん、ゴードンは先にどこかへ行ったそうだ。こいつはその後を追おうとしたところで氷漬けになっちまったんだと。やんやん。そのままどうしようか考えてるうちに眠ってしまったか。こんな寒い場所で2日間もよく眠っていられたな。はい、行方について。お前がこの部屋に来た時、ゴードンは一緒だったのか。やん、そこまでは一緒だったのか。ヤドンと教授はいつ離れ離れになったのか。ヤドヤド、ヤドヤドヤドーン。この部屋に来てすぐだそうだ。こいつはゴードンに言われて壁画の埃を水で洗い流してたらしい。ああ、それで凍ったんじゃないの。すると突然ゴードンが何かに気づいて大急ぎで部屋を出て行った。やーんやんやーん。しばらくすると隣の部屋からゴードンの驚いたような声が聞こえて、その後、そのすぐ後に地響きがしたそうだ。ヤドンは慌てて追いかけようとしたが、その時に凍りついてしまったようだ。やん。凍りついた、すぐ後にももう一度地響きがした。あ、扉閉まったのかな。やん。ヤドンは2回地響きを聞いたというのか。何に気づいたのか。ゴードンは何に気づいたのか思い当たる節はあるか。やーん。そこまではわからないか。この部屋には大きな壁画があるな。ああ、あの壁画にヒントが隠されてるかもしれないな。レイチェル一言も発しなかったけど。いろいろ話を聞かせてくれてありがとうよ。助かったぜ。やーん。ピカピカとやーんしか聞こえなかったけど、ずいぶん長くお話をしてたわね。何を話してたの？ティムならわかるの？まさかわかるわけないよ。まあいいわ。私、しばらくここで宿の様子を見てるね。2日間もあのままだったんだもの。すごく心配。わかった。頼んだよ、レイチェル。さて、そうなると俺たちは調査再開といくか。ヤドンの話では、ゴードンは壁画を見て何かに気づいたらしい。この部屋の壁画が教授の行方を追う鍵になっているのは間違いないね。一度調べておく必要があるだろうな。さて、じゃあ調べておきますかと。真ん中が完全に凍っちゃってて、うっすら見えるけど、真ん中の投げつけ猿かな、あれ。ああ、まあ
両隣も投げつけ猿なんだけど、これが教授が見ていた壁画だね。どっちの絵にも投げつけ猿の絵が描かれているな。2つあるけれど、どっちの壁画を見たんだろう。2つともという可能性もある。どちらも調べておいた方がいいだろうな。よし、何の実だこれ。はい、この壁画を見てゴードン教授は何かに気づいたんだよね。ああ、俺たちも調べてみよう。見落としがないようじっくりとな。虫眼鏡モードだな。さて、まずはどこから調べるか。まあこれだな。この投げつけ猿は木の実を持っているポーズだね。そうだな、青い木の実を持っているな。はい、了解。顔は？この投げつけ猿の顔は辛そうに見えるね。これは甘辛酸っぱい、だから辛いか酸っぱいのどっちかだな。これはおそらく酸っぱいものを食べた時の顔だな。はい、この顔は他に考えようがないね。うん、この壁画に調べられそうなところはもうないね。もう十分だろう。他の場所を調査しよう。よし、酸っぱいって言ったね。青は酸っぱいんだね。よし、んでこっちは、はいはい、調べてみましょう。これ甘いやつだ。絶対嬉しそうな顔してるから。黄色い木の実、はい、木の実を持ってるポーズ。黄色い木の実を持ってるな。はいはいはい、さっきの壁画は青い木の実だったが、こっちは黄色か。で、嬉しそうな顔。はい、この投げつけ猿の顔、幸せそうに見えるね。甘いものを食べた時こんな顔になったりするよね。そういうことです。この壁画に調べられそうなところはもうないね。ごめんね、口が回らない。もう十分だろう。他の場所を調査しよう。真ん中どうしよう。これ火、こいつら火使うっていう考えはねえのか。なんか見えるよね、うっすら見えんだけど。でも木、あ、でも木の実の葉っぱのようなのも見えるか。でも青に見えるな。ここの壁だけやけに凍ってるね。よく見ると真ん中の壁にも、壁画が描かれてるようだな。はいはいはい、でもこんなに凍ってちゃ何が書いてあるかわからないね。壁画を見るには先にこの氷をなんとかしないとな。ここには何が書いてあるんだろう。よし、推理しようぜ。了解、推理しちゃいましょうか。ギルガルドのレリーフの先に進む方法は分かったか。まあこれですわ。赤道に木の実を持たせる。壁画と同じように石像にも木の実を乗せたらいいんじゃないかな。石像と壁画はどちらも投げつけ猿をモチーフにしてるよね。きっとこの2つが仕掛けになってると思うんだ。壁画は木の実を持っているけど、石像は木の実を持っていない。だから、石像壁画と同じ状態にすればいいんじゃないかな。なるほど、木の実を置くのか。それは確かにありえそうだ。石像もちょうど木の実を置けそうな形をしているしな。でもそうなると一つだけ気になることがあるよな。壁画によって描かれた木の実が違っていることだね。そうだ、あれは3つの石像にはそれぞれ違う木の実を置けという意味だろう。一体どの石像に何の木の実を置いたらいいんだろう。まあそれはピカチュウの匂いでも、ピカチュウの鼻でも分かったから大丈夫でしょう。左の石像には何の木の実を置けばいいんだろう。左の石像には左の壁画が対応していると考えるのが自然だろうな。黄色い木の実と笑った表情、あの表情は味を表してるんじゃないか。食べて幸せになるという甘い味ってことかな。多分そうだろう。つまり黄色くて甘い木の実を置けってことだ。よし、当てはまる木の実を探しに行こう。右の石像には何の木の実を置けばいいんだろう。こっちは右の壁画が答えになってるんだろうな。右の壁画に描かれていたのは青い木の実と酸っぱそうな顔だったね。あの表情は酸っぱい味で間違いないだろうな。ということは青くて酸っぱい木の実が答えになるはずだ。当てはまる木の実を探しに行くぞ、ティム。真ん中の石像には何の木の実を置けばいいんだろう。真ん中の壁画は凍っていて調べられなかったからな。まずあの氷を何とかするしかないな。あんなに分厚い氷を僕たちだけで取り除くのは難しいね。ふむ、だったらポケモンの力を借りるのが良さそうだな。遺跡の外にはたくさんポケモンがいたもんね。力を貸してくれそうなやつがいないかポケモンたちに聞いて回ろう。
多分はい、遺跡の奥に進むには壁画で示された木の実を集めないといけないね。必要なのは青くて酸っぱい木の実と黄色くて甘い木の実か。見た目は見ればわかるけど、味についてはどうしようか。俺も木の実の味までは知らないからな。こうなったら全部食べてみるしかないか。え、食べるの？それが一番手っ取り早いだろう。お腹を壊したりしないでね。心配するな、木の実はポケモンの好物だぞ。よし、そうと決まれば木の実を集めるぞ、ティム。氷溶かすのは、なんだっけ、ヒコザルの進化系みたいなのいたよね。あいつにお願いしたいんだけど、あいつ寒い寒い言って火出ねえとかって言ってた気がするんだけどな。まず、ちょっと待って、あ、こっち、完全にこれ、あ、なんだ、岩パレス。ん？なんかこれ、他の岩と雰囲気が少し違うね。確かに変わった形の岩だ。なんでこんなところにあるんだろうな。あ、今は調べられないの？調べられないというか。氷の壁だ。この先には進めなさそうだな。これだけ厚い壁じゃ僕たちにはどうしようもないね。でも向こう側がぼんやりと見えるよ。どれどれ。確かに何かいるな。何かいる？何かゆらゆら動いてる。うん。怪しい影が見えるな。正体が気になるが、ここの調査は後にしよう。本当だ、なんかゆらゆらと。また調べに来よう。まあないと思うけど、ソーブレイズとかはこんな感じで奥側にいたらゆらゆらしそうだけどね。か、あれなんだっけ、ゴーレムみたいなやついたと思うんだけど、あいつかもしれないし。まあまず木の実探し行きましょう。てか、ヤドンのことはさ、レイチェルじゃなくて、この外にいた助手さんに任せりゃいいのにね。まあまず教えてあげようぜ。うん、何か聞きたいことでも？この辺りで取れる木の実。この辺りに生えてる木の実の木についてご存知ですか？うん、教授を待ってる間に少し見て回ったからね。いろんな木の実があるよ。ハバンの実、ナナの実、パエルの実。ただ、マトマの実がなってないのは残念だな。マトマの実？赤くて辛い木の実だよ。教授の好物なんだ。ああ、教授もしかして持ってたのかな、あんじゃん。これ真ん中に置くやつだ。教授に料理を作るとき、隠し味にマトマの実を入れると喜ぶんだよ。味にこだわりがあるやつなんだな。俺と気が合うかもな。僕が持ってきたマトマの実はさっき使い切っちゃったんだよね。そこに実がなってない木があるだろ。あれがマトマの木なんだよ。誰かもいじゃったのかもね。このカレーにももう少し追加したいところだったんだけどな。そういうこと。ゴンベ、お前持ってんじゃねえの。ガーン。この辺りで、取れる木の実。この辺りで取れる木の実について何か知ってるか？ガーン。すぐ近くで青い木の実が取れたが、苦くて美味しくなかった。あ、苦いんだ。甘い木の実があればいいのにか。この近くでは青くて苦い木の実が取れるんだね。青いのは確か酸っぱいの欲しいんだもんね。ゴンベの得意なこと。お前はどんなことが得意なんだ。寝ることだろ、どうせ。ガンベ、鍋や皿をピカピカにするのが得意だそうだ。そうなんだ。お皿洗いかな。偉いね。ガンガン、ゴンベ、鍋や皿がピカピカになるまでご飯をきれいに食べる。ああ、そういうこと。了解でございます。それがこいつのポリシーだとよ。お皿洗いじゃなかった。食べるのが本当に大好きなんだね。オッケー、ありがとうね、ゴンベ。私らがくんは聞いてもしょうがないと思うんだけど、こっちだから母子守のとこ戻りますかね。あ、なんだ、 P がいる。 P、 無邪気な星の子。ベルベルベーベルベルベーされました。ピッピー。驚いた。こんな場所に P がいるとは思わなかった。 P も見つかったことに驚いてるみたいだね。え、それだけ？今はまだその時じゃねえだな。これは黄色い木の実がなってるね。それは主家の実じゃないか。俺が味見してやろう。ふむふむ、口に広がる甘い果汁。うん、こいつは主家の実で間違いないぞ。黄色くて甘い木の実か。よし、ゲット。取った。投げつけ猿にはもう会話しません。何もできねえだろ、あいつ。何もできねえちょうどもねえけど、待ってね。で、真ん中通って、赤い、あ、でもこれマトマじゃないんだもんね。この子、火使えそう。な、話を聞かせてもらえるか？もきゃきゃ。
この辺りで取れる気にもいいとして、もう飾るの得意なこと、お前の得意なことを教えてくれ。もきゃ、火を吹くことなら任せろ。火力なら誰にも負けない。よし、いいんじゃない。もきゃ、うわ、熱い。あはは、話してるうちに元気になったみたいだね。オッケー、サンキュー。これで多分もう、待ってね、こっちはいけるはず。本当は全員に聞いた方がいいんだけど、多分推理始めちゃって、うん、氷を取り除くために力を借りれそうなポケモンはいたか。ヒコザルじゃなくてモーカザル。モーカザルの炎なら氷も溶かせるはずだよ。氷を溶かすには熱、ちょっと簡単すぎたかもな。サムスで参ってたみたいだけど、モーカザルは力を貸してくれるかな。火力には自信があるって言ってたから、おだてればなんとかなるんじゃないか。まあポケモンのことなら俺に任せておけよ。さあ完了ですね。でってでん。じゃあ、あとは青くて酸っぱい木でも、こっちももう完了させちゃっていいのか。左の石像に置く木の実は何だろうな。朱夏の実だっけ。はい、甘くて黄色い木の実なら朱夏の実じゃないかな。なるほど、朱夏の実なら色も味も合ってるな。よし、石像のところに持っていこうぜ。取ったんだよな、あの時。これで取ってなかったら笑うぞ。よし、壁画の氷を溶かしてくれるというモーカザルに交渉しないとね。よし、モーカザルのところに頼みに行くぞ。嘘、強制的に、っていうかすぐ近くにいたのに。ムービーパートになるかな。この寒さの中で無茶言いやがって。お前の力が必要なんだ。なんとか頑張ってくれ。しょうがない、やってやるか。よし、じゃあ頼んだぜ。ここだけじゃなくて、一番右隣の部屋も燃やしてほしかったんだけど。すごい炎だ。すごい、あれだけあった氷がきれいに溶けたよ。これで真ん中の壁画を調べられるな。もきゃ、一瞬炎を出して温まったから余計に寒く感じてきただと。そいつはすまなかったな、無理させちまって。もきゃ、そうか、雪が止むまでは暖かいところに引っ越すのか。最後に力を貸してくれてありがとう、モーカザル。こっちが暖かくなったら戻ってこいよ。もきゃ、帰っちゃったよ。行っちゃったね。俺たちは俺たちのやるべきことをしよう。うん、モーカザルが氷を溶かしてくれたんだからね。真ん中の壁画を調べよう。よし、これは絶対辛いやつ。真ん中の壁画には何のヒントが書かれているんだろう。石像とどんな関係があるのかよく考えるんだぞ、ティム。さて、まずはどこから調べるか。ピカチュウですね。ピカチュウから調べましょう。いいか、ティム。はい。アートっていうもんは見るんじゃない、感じるんだ。そうなの？それだけですか？じゃあまずは身、まとまの身で決定だと思うんだ。この投げつけ猿が持ってるのは赤い木の実だ。赤い木の実か。一体何の木の実なんだろうな。もう知っておりますけど、この投げつけ猿は火を吹いてる。投げつけ猿ってそんなことできるの？いや、そんな技は使えないはずだ。これは辛くて火を吹いてるって意味なんじゃないか。それなら火を吹いてるのも納得だね。はい、壁画に調べられそうなところはもうないね。もう十分だろ、他の場所を調査しよう。よし、 OK。 よし、中央の壁画を調べたな。真ん中の石像に置く木の実について考えてみよう。てってん、てってん。真ん中の壁画に描かれていたのは赤い木の実と火を吹いた顔だったね。あの顔は辛いものを食べた時の顔で間違いないだろう。ということは真ん中の石像に置くのは赤くて辛い木の実か。当てはまる木の実あるかな。遺跡の周りを探してみよう。うん、対応する木の実を考えてみようと。もうでも推理できるよこれ。赤くて辛い木の実は何の木の実か分かったか。マトマの実。なるほど、マトマの実なら色も味も合ってるな。だがクリスの話ではマトマの実はもうないらしいが。どうしようかな。
ヤドン持ってたりしないかな。でってでん、まとめの実がないとゴードンを追うことができないな。そもそも教授はどうやってこの仕掛けを解いたんだろう。クリスがカレーに入れたぐらいだからな。自前のまとめの実を使ったんだろう。それもそうか、ゴードンと同じ方法で仕掛けを解くことはできない。何か代わりになるものを探すしかないな。代わりになるもの？石像に置くものの条件は色と味が合っていることだろ。逆に言うとそれがあってさえいれば木の実にこだわる必要はないんじゃないか。マトマの実と同じくらい辛くて赤いものか。確かに試してみてもいいかもしれないね。クリスがいろいろ持ち込んでるみたいだし、あいつに聞いてみるか。使えるものを持ってるかもしれない。わかった、クリスさんに話を聞きに行こう。これまためんどくさいね。はい、ひとまずクリスさんに話を聞いてみようか。そっか、クリスさんに料理してたもんね。ああ、代わりになる食材があるかもしれない。また戻りますか。ちょっとヤドンにも聞いていい？やん。ゴードンを探しに行きたくてしょうがないのか。心配なのはわかるが、あんまり無理はするなよ。お前も大変な状態だったんだからな。やどやど。それだけね。じゃあクリスに話聞いて、あとなんだっけ、青くて酸っぱいのはまだ入手してないから、それも探して、あと母子守だな。多分ここヒヒダルマ出ると思うんだけど、あの岩ぶっ壊してくれるポケモンがいないといけないような気はしてるので。クリス、うん、何か聞きたいことでも、マトマの実の代わりになるもの、マトマの実が必要なんですが、何か代わりになるものは持っていませんか。赤くて辛いものであれば代わりにできると思うんです。赤くて辛い、それならカレー、リンゴ、お菓子があるけど、お菓子は、お菓子はどんなものなんですか。辛さがたまらない激辛チップスだよ。ただ色は赤くないかな。うん、味は合ってるが色は違うか。助手のお菓子、これわらしべ長者やるのかな。もしかしてみんなになんかあげて。リンゴは普通のリンゴですよね。うん、隠し味の甘さを出すために持ってきたものだからね。色は合ってるが味が違うか。これ塗りたくって辛い匂いにすればいいんじゃねえの。カレー、カレーにはマトマの実を入れてるんでしたっけ。そうだよ、教授の好物だからいつも自前で用意してるんだ。味は間違いないとして、確かに赤いといえば赤いな。あー、いけるか。はい、他に聞いておくことはあるか。ない。よし、推理しようぜ。了解。まあ、カレーしかねえなこれ。マトマの実の代用になりそうなものはあったか。まあ、カレーですね。マトマの実が入っているカレーなら代わりに使えないかな。確かにマトマの実自体が入っているわけだからな。代用するものとして、一番使えそうだ。早速試してみよう。ああ、クリスにカレーを分けてもらおう。というわけなんですが、クリスさん、カレーを分けてもらえませんか。このカレーで遺跡の謎が解けるの、それはすごい。好きなだけ持って行っていいよ。教授を見つける助けになればいいけど。もらったのね。これアイテムっていうのないからさ、さっきのさ、待ってね、シュカの実もさ、もう一回推理した後に触んないとダメなのかな。うん、シュカの実はもう持ってる、ね、持ってんのかい。なんかすげえ寒そうにしてんな。前もそうだったっけ。ゲッサー、得意なことは、おお前の特技を教えてくれないか。ゲッサー、木の実を投げるのが得意だそうだ。もしこの証言いらないけどね。投げ、ゲッサー、誰が一番遠くまで投げられるか、よく仲間と競ってるんだと。仲間全員がライバルなんだね。よし、ありがとうね。あの P は、あーでもあのポケモンのクイズ、クイズ博士いたんだけど、クイズ博士のクイズはもう終わらしたんだよな。ちょっと待ってね、青くて酸っぱい実探しに、あ、いた、母子守。ははーん、母車湯はみんな無事戻っ、帰ってこれたみたいだね。ルマ、まあ言う、葉っぱの服を届けてくれてありがとうだとよ。どういたしまして。ルマ言う、ルママ、お前たちも大丈夫そうだな。あんまり母子守を心配させるなよ。解決。リングマがまだなんだよね。ジグザグマーも黒。あれ、こっちの方には木の実なかったよね。ちょっと待ってね。
もう帰るのかみたいなこと言われるから、あれ青くて酸っぱい実がねえな。これ右行けたっけ？行けなかったと思うんだよな。行けたー。青くて酸っぱい実、あ、これだ絶対。あ、ピーがいた。どうした？ピー、こんなところで何してるんだろう。寒いのに元気そうだな。ピー2匹いた。で、これ、うん、青い木の実がなってるね。それはヤチの実じゃないか。俺が味見してやろう。酸っぱい。しかしこの後に残る爽やかさ、これは間違いなくヤチェの実だな。青くて酸っぱい木の実か。オッケー。推理しまーす。ラスト推理かな、今のところ残ってんのは。推理始める。右の石像に置く木の実は何だろうな。青くて酸っぱい木の実はどれだと思う？これ、青くて酸っぱい木の実ならヤチェの実じゃないかな。条件に当てはまる木の実ならそれで間違いないだろう。よし、石像のところに持って行こうぜ。さあ、謎が解けますね、これで。真ん中行って、真ん中じゃなかったっけ？真ん中でいいんだよね。よし、これでどの像のところに何を置くか分かったな。早速置いてみるか。行っちゃいます。うん。置きに行こう。これで仕掛けが動くといいな。これ私が選択しないとダメなのかな、それとももうムービーで勝手にやってくれっかな。あ、もう置いた。さあ、木の実とカレー全部置いたがどうなる。ゴー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 ってなってくれないかな。お、目が光った。お、一匹だけカレーっていうのが面白いけどね。どこ持ってくの。ギルダルドのレリーフが。やっぱり象の後ろへ道が続いていたんだ。しかし、まさか本当に華麗で開くとはな。うん、これで先に進めるね。あ、早くオドを見つけ出そうぜ。ヤドンは？ヤドンいいの？え、クリスさんが作った華麗が謎を解く手がかりになったんだね。クリスさんが心を込めて作った甲斐があったって感じ。そうだね、クリスさんにお礼を言わないとね。華麗を作らなくてもマトマの実があればよかったんだが、まあ今更そんなこと言ってもしょうがないか。ちょっと待って、あのレイチェル、お前ヤドン置いてったろ。ヤドン、ちょっと待ってね。またお前凍りそうだな。ヤーン、ゴードン探しに行きたくてしょうがないのか。心配なのはわかるがあんまり無理はするなよ。お前も大変な状態だったんだからな。とついてこないんだ。そしてピカチュウいなくてよく喋れたなと思ったらピカチュウついてきてくれてたわ。ピカチュウ行くよ。ここらで一回ピカチュウと話しておく。ちょっと待ってね、ピカチュウと喋れるマークあるね。さて、名探偵の心得を教えてやるぞ。教えてください。名探偵の心得その1、容疑者のすべての行動とすべての言葉には理由がある。その理由を明らかにするのが名探偵だ。わかりました、ありがとうね、ピカチュウ。じゃあ先進みましょう。やだー。来たわ。声でけえな、意外と。さっきのヤドンだ。きっと教授のことが心配で追いかけてきたのね。そうか、パートナーだもんな。なら自分のペースでゆっくり来い。やだー。これでも塔閉まっちゃわない？大丈夫？なんかゴドン入った後なんか扉閉まったみたいな音聞こえたらしいけどね。まあ本当にここが閉まった音なのかどうかは分かってないけど。また分かれてんな二手に。さらに寒さが増してきたな。なあティム、その上着を貸してくれないか。ピカチュウはモフモフだから僕より寒さに強いんじゃない。モフモフだろうと寒いもんは寒いんだよ。もたもたしてると凍えちまうぞ。早いところゴードンを見つけよう。俺たち自身のためにもな。そうだね。よし、右から。この先は穴が開いていて渡れそうにないね。かなり深い穴のようだし教授はこっちに来てないのかも。待てティム、そこを見てみろ。足跡あるよ。これは教授の足跡。もしかして落ちたの。まさかこの穴に。どうやら違うみたいだぜ。あれを見てみろよ。帽子ある。あの帽子、ゴードン教授のものかな。
おそらくな。さて、手がかりは見つかったものの、どうやって向こうに渡ったもんかな。やーん、ここに水ドバーッと入れてもらうか。待って、ヤドン。この声は。ヤドン、落ちちゃうんじゃね。やっと止まってくれた。どうしたの、レイチェル。私にもわからない、急にこの子が走り出して走ったんだ。やーん、ゴーさんがこの先にいるなら行きたいよって言ってるな。だがな、この穴を見てみろ、越えられないだろ。やーん、何、明暗があるって。おい、ヤドン、それは本当か。ヤドンが何とかしてくれるなら助かるけど、大丈夫かな。やーん、まあ任せてみるか。じゃあ頼むぜ。まさか冷凍ビーム使えたりしないよね。やだ、めっちゃ水出したけど。すごい水の量だね。一体どこから。本当だよ、宿の体積超えてたぞ。水でいっぱいになったぞ。それでどうやって渡るんだ。やあ、え、おい、宿は渡れるさね。やだ、え、そうだよね。泳いで先に行っちゃった。こいつは困ったな。急に。宿のやつ勝手に水を入れて渡っていっちまったな。僕たちが泳いで渡るにはちょっと冷たすぎるね。かといって凍ってくれるほど冷たくない、冷たくもないのが困ったもんだな。橋でもかけられたら渡れるんだけど。橋にできそうなものなんてあったか。なかったね。クリスさんもさすがに持ってなさそうだし。またポケモンの力を借りられないかな。ああ、それが良さそうだな。水を渡るために力を貸してくれるポケモンを探しに行くぞ。了解。ちょっと待ってね、レイチェル。何か渡る方法が見つかればいいんだけど、いざとなったら飛び越えるしかない？ジャンプ力足りるかな。無理すんな。反対側も先に見ときます。ああ、ピー関係してそうな、なんかあれだね。まあピッピーだけど。あ、これ足跡のルートだな。ピッピ像から、はいはいはい、そういうこと。でも途絶えてんな。あとなんかいたよね、こっち。待ってね、何これ。この子なんだっけ、あのポケモンスナップで降ってきたあれだな、星、流れ星みたいな。怖っ。メテの、そうそうそう、地上に降りた流れ星。てめえ。なやばい。カツアゲされそう。あれ、フラフラしてるポケモンがいるよ。メテノだ。空の上に住んでるポケモンだな。体の核が重くなると落っこってくるんだよ。ここだと食べ物が少ないと言ってる。空へ帰りたいそうだ。とはいえ体が重くて自力では帰れないらしい。そうなんだ。殻を取ってあげれば帰れるのかな。ああ、こんな硬い殻を壊せるのはポケモンでも相当パワーがあるやつだ。ぶん殴ればいいんだ。ちょっと待ってね、これは。ここにも壁画があるな。上にあった投げつけ猿の壁画とは違う絵だね。この絵にも何かのヒントになってるのかな。それらしい仕掛けは見当たらないようだぞ。それより今はゴードンを探すことを優先しよう。あららら、ら、まだその時ではないですね。結構時間がかかりますな。動画の切りどころが難しい。まあもうちょっとやってゴードン見つけたあたりで一回切るのが、切るというかね、一段落させるのがいいのかななんても思ったりするんで。じゃあ凍らせるポケモンか、橋を架けられるポケモンを探しに行きますか。いたかな、そんなポケモン。あ、ハスボウあたり頭に乗せてくれないかな。なんかそんな気がする。ちょっと待ってね、ハスボウ。その他は木狼と電磁虫、ワタシラガぐらいしかいなかったんだよ。まあリングマもいるけど、この子たちはまあまず違うだろう。ギャバシ、この子ハーバー。得意なことは。 お前たちはどんなことが得意なんだ。ハーバー、歌うことと泳ぐことが得意か。泳ぎも得意なんだ。ハーバー、ああ、たまにここのポケモンを乗せてやったりするらしい。しこれだ。大きな葉っぱだもんね。ポケモンぐらいなら乗せて泳げそうだ。あ、じゃあピカチュウだけ行ってもらうってことか。さあ、推理始めましょうか。
もうこれしかねえだろ多分。うん、水を渡るのに力を貸してくれそうなポケモンいたか。この子、あ、ハスボーはポケモンを乗せて泳げるって言ってたよね。ハスボーたちに足場になってもらえば向こう側へ渡れるんじゃないかな。確かに順番に渡れば俺たち3人ぐらいなら大丈夫だろう。よし、ハスボーに頼んでみるか。あいつならきっと力になってくれるはずだ。さあ、オッケー。じゃあハスボーにお願いして、でってでーん、やってくれるかな。そのままあの遺跡の奥まで行ってくれるといいんだけど。行ってくれた。入った入った。いい隊列組んでるね。可愛い顔で飛んだ。ティムとレイチェルも一応乗れるぐらいなのかな。ハスボーの橋ができたよ。ハーバー、頭の葉っぱの上を歩いていけってさ。ありがとう、ハスボー。ハーバー、行っていいのかい。渡らせてもらうね、ハスボー。お願いね。ハーバー、ちょっと痛いかも、ごめんね。ハーバー、ハーバー、ハーバー。ちゃんと声出す。ハーバー、ハーバー、ハーバーって。ハスボーのおかげで渡ることができたね。ティム、帽子のことレイチェルに聞いてくれ。なんで。レイチェル、これってゴードン教授の帽子かな。そっか、レイチェルは知ってんのか。うん、教授のもので間違いないよ。ヤドンとお揃いなんだって。お気に入りの帽子でかなりこだわってるらしいよ。そうなんだ、ゴードン教授に返してあげないとね。一流の男にとって帽子は欠かせないアイテムだからな。よし、ゴードンはこの先にいるはずだ。急ぐぞ、ティム。さあ、ゴードン教授いるのか。あー、崩れてんな。この瓦礫、最近崩れたように見えるね。自然に崩れたか、あるいは誰かに壊された。この先に教授がいるのかも。しかし瓦礫が邪魔でここからじゃ入れそうにないな。どうにかできないかな。あ、またメテノ。てめえてめえ。怖いよ。メテノが何かを訴えてるな。なんて言ってるの。もともと空に住んでいたポケモンなんだが殻が重くて落っこちてきたらしい。あ、メテノ落っこってきて崩れたのか、もしかして遺跡。家族とはぐれちまったせいで寂しいんだそうだ。それはかわいそうだね。殻を取ってあげれば帰れるのかな。この殻を壊す方法があればいいんだが。はい、これね、またね、メテノも助けてあげようってか。来た、ヒヒダルムかな。何今のは。ポケモンの鳴き声みたいだったけど。ヒヒダルム。パワー系ですね。ヒヒダルマ、ガラルの姿、頭に雪玉。あれはヒヒダルマ。なんか興奮してる。興奮してるね。気づかれないよう注意していくぞ。え。無理だろ。何、急にステルスゲーになる。なんで氷ポケモンがこんなところにいるんだ。すごい気が立ってるみたい。目があったら大変なことになりそうだね。この先へ進むにはあいつに見つからないように行くしかないな。不幸中の幸いというべきか、あいつからは隠れられる場所は多そうだ。そうだね、なんとか見つからないようにしてここを抜けよう。あ、すごい、ヒヒダルマに見つからないように隠れながら進みましょう。見つかってしまうとやり直しになります。ティムの後をついてくるピカチュウが見つかってもやり直しになりますので、ピカチュウは少し足が遅いので気をつけましょう。マジか。じゃあこれ通って。急にミニゲームになったな。さあ始めましょうか。目線マークとか出てくれないんだね。後ろ向け、後ろ。よし、これ回ってくる、もしかして。回ってきそうな予感しない。あ、違うか。ここをそっち行くんかい。そっち行って多分 U ターンしてくると思う。まあ、特に道中にアイテムとかもないだろうから。そっち行くんかい。ピカチュウ急いで。どう動くと思う。おっとっとっと、こっち来るんかい。これはこっち行っちゃっていいと思う。いや、危ねえだろうな。しまってね。
ルート見てからね。こっち来るかもしれないから、こっち来た。なんでこんな興奮してんだろうね。興奮してきたな。急げピカチュウ、 ピカチュウ急げ。楽勝。やっと抜けられたね。ああ、ヒヤヒヤしっぱなしだぜ。さあ、先に進もう。先に何があるんだ。あ、こっち側に教授の道に繋がってんのかもしれないね。このアングルだと見えねえんだよ。また何かあるの？また氷。ここで行き止まりみたいだね。教授はどこに行っちゃったんだろう。見逃しはいないと思うんだが、うん？何の音？なんか変な音した今。どうしたのピカチュウ？今風が吹かなかったか？僕は何も感じなかったけど、気のせいじゃなくて？いや、間違いない。俺の毛並みが確かに感じたんだ。きっとどこかに穴が開いてるはずだ。探すぞ、ティム。穴を探そう。あ、これだ。おい、ここを見ろ、ティム。壁に穴が開いてるぞ。え、どれどれ？教授見えるかな、もしかして。ピカチュウなら入れんじゃね？どうしよう、この大きさじゃ先に進むのは無理だな。何を言ってるんだ、全く問題ないぜ。え？俺を誰だと思ってるんだ。こんな時こそ名探偵の出番だろ。本当に大丈夫？腹ばいで進むのは大変そうだけど。情報は足で稼げだ。お前に調査の見本を見せてやるぜ。そこまで言うならピカチュウに任せるよ。じゃあ行ってくるぜ。頼むよ。帽子置いてきな。気をつけてね、ピカチュウ。お尻押し上げたら？かわいい。やっぱりこうなると思ってたよ。そんなことよりなんとかしてくれよ。おい、まさか俺を蹴り出そうとしてないだろうか。え、蹴れっていうの？せーの。かわいそう。ピカチュウ、あとは任せたよ。ティムもすげえな、よく蹴っちゃうなんてさ。あ、いた。思ったよりごっつい。ところで立ち往生する羽目になるとはな。意外と武闘派なんじゃない。トレバー・ゴードン。もうちょっとおじいちゃんかと思ってたわ。お、あいつがゴードンか。ひとまず近くで様子を見てみるか。助けに来たことだけでも伝えておかないとな。伝わんないでしょう。おい、おい、ピカピカって言ってますよ多分。安心しろ、助けに来たぞ。ピカチュウ、一体どこから踊っているのか。ピカチュウはゴードンの言ってること分かんだよね。もしかして腹でも減っているのか。違う違う、お前を助けに来たんだよ。すまないな、なんとかしてやりたいが、分けてあげられる食料がないんだ。ヒヒダルマから逃げるときにほとんど落としてしまったからな。まあそのおかげで助かったようなものだが。ん？どういうことだ。そういえばあのヒヒダルマは食べ物を見た瞬間目の色を変えていたな。あいつもお前と同じように腹を減らしていたんだろうな。ヒヒダルマは空腹が原因で暴れ回っているのか。しかしそれなら食べ物を探しに他の場所へ行ってもいいはずだが、なぜあいつはずっとここを離れようとしないんだ。あれから2日も経っているんだ。あいつだってそろそろ限界だろうに。なるほど、腹が減っているということはここに食べ物がないということだもんな。そんな場所をねぐらにしないはずなら、なぜここにヒヒダルマがいる。いや、それより今はゴードンをどう助けるかを考えないとな。どこかに出口がないか探してみよう。おや、もう行くのか。気をつけろよ、外でヒヒダルマが暴れているからな。待ってろよゴードン、俺がなんとかしてやるぜ。はい、というわけで、じゃあちょっと長くなってきたので今回以上にしたいと思います。次回ね、この続きやっていきますんで、よろしくお願いします。では皆様、ご視聴ありがとうございました。またね。